はい、ということでですね、ついにユーロトラックシミュレーター2を買いたいと思います。さあちょっと検索をねしていきましょう。もうユーロで出るでしょ。ユーロで当ててきたね。はい、これですね、まあもうちょっとこの動画出す頃には終わるかなんとかかんとかっていう感じだと思うんですけど、今セールでですね、これここ見てください。2780円が、75% オフということで695円キャンペーンが来たということで、ついにですね購入したいと思います。これですよね。残り時間4時間って書いてない。うわ危なめっちゃギリギリよこれ。4時間後には終わりますね。危な。今日予定やったら終わってましたね。さあちょっと買っていきます。はい、ということで、購入がですねできたんですけども、まあやはり、このサイズがですね23ギガ、 22.5ギガということで、まあちょっと今ダウンロードしてるんですけど結構時間がかかるということで、まあちょっととりあえずですね、ダウンロードが終わらないことには何もできないので、ちょっとこれ、まあ、時間かかると思うんですけど、待っておきたいと思います。はい、ということでですねダウンロードを開始してから、まあ、30分近くは経っちゃったと思うんですけども、無事ですね、ダウンロード完了しまして、まあ、こっから追加がないことを祈りますけどプレイしていきましょう。あ、初見プレイです。もちろん。うわすごいこんなんでも喜べるっていう。ユーロトラックシミュレーター2。うわなんか立体的なカーソルが出てきた。あ、これランゲージあるけどジャパニーズはあるのかなあ。日本語ある。おお、なるほど。あ、写真。あ、なるほどね。自分の顔選べるというわけですね。じゃあ、うわ数が多いな。これ数がめちゃくちゃ多い。どうしよう。まあ僕に似てる顔がいいですよね。あ、これかな。これとかもちょっと似てるかもしらん。まあもうこういうのはもう直感なんで、これにしますお好みのトラックデザイン。おー、いいね。あ、これはそんなにね数ないね。まあ、僕は青が好きなんですけど、青がですねここら辺しかないので、どうしようかな。スカニアのこれにしとこうか。で、ロゴマーク。あ、ちょっと待って、女の人の顔も見てみよう。おー、いいね。あ、ちょっとこの人とかいいんじゃないですか僕のですね好みの、方をちょっと探しま、あ、この方もちょっといいですね。うん、いや、あんまりいてない。あ、この人もいいね。いや、ちょっと、あ、まあこの人もちょっと可愛い感じしますね。はいはい、ご連絡お待ちしておりますはい、もう一回顔を選び直しですね。はい、ロゴマーク。あ、ロゴマークは8個しかない。じゃあこのちょっと雪っぽいのにしましょうか。スノーボード好きなんで。あ、これね、アルテミット、トラックシミュレーターアルテミットと同じ名前にします。激辛料理製作所ですね。 OK、 言語日本語。マップモジュール、あー、これヨーロッパしかないですね。まあこれはおいおい元とか入れていきたいと思います。作成。ということで、まあやはりですねちょっとまあ今回この手元の映像っていうのはないんですけど、まあ、やっぱりまあこれはねハンコン使いたいのでちょっと一回ハンコン接続してみます。お、いいね。コントローラー、ステアリングホイールやゲームパッド、これで本拠地にする都市を選択してください。おお、どこにしよう。まあイギリス、あ、ロンドンとかでいいんじゃない。あ、チュートリアルちょっと見ようかな。うわー、あれちょっと画質荒くね画質荒いぞ。これ押せる。あー、何も押せない。エンター。ついにあなたが夢見た仕事を体験できる日が来ました。トラックを運転しましょう。画質が荒い。
これちょっと設定しなダメですね。あなたの所有する会社の営業が開始されましたが、残念なことにトラックは買う資金がありません。まずは他の会社で雇われ運転手として働きましょう。あなたの任務はソーセージをケンブリッジのトランスネードの煮詰み場へ無事に送り届けることです。車両とすべての経費は雇い主が用意します。彼らを失望させないように到着時間に気をつけてください。おお、あ、すごい、マウスで視点が動く。 E を押してエンジンを押すと。 E って何？え、ちょっと待って、あ、全くもって、あ、動いた動いた、あ、お、すごいすごい、何何何、利用可能な視点が他にもあります。やってインテリア視点、あ、すごいね、ちゃんとこれまあ、あ、ちゃんとハンドルでハンコでちゃんと動いてます。なんかめちゃめちゃ後ろ下がってんのよな。ピーピー言ってますからね。視点変えたいなぁ。っていうかオプションちょっと画質がね悪すぎるよねこれ。おお、何これ。あ、オプションがあるね。ということで、ちょっとですねボタン割り当てをしたんですけど、まずウィンカーを出してみようか。お、すごい、ウィンカー出てますね。あー、いいねこれ。ちょっとパドルシフトをですねウィンカーに割り当てたんですけど、でブレーキで、ブレーキはブレーキなんですよね。なんかちょっとずつ何かが減っていくで、視点切り替えをやりました。おお、何これ、どういう視点これ。なんかずっと後ろに下がり続けるんですけど、あー、ガタガタしてるはい、ポーズ画面でですねこうなんかいろいろ見れるんですけど、はい、これでですねある程度の設定はですねできたと思うんですけど、まあ視点もいろいろありますね。バッ、お、ボックスと、あれ、なんでバックしたの。ちょっと待って、勝手にめっちゃ動くねんけど、なにこれ。ちょっと待って、どういうこと。やばいでしょ、やばいでしょ。どうやったらいいのこれ。あ、いけたかな。あかん。まあやっととりあえず運転はできております。むずいね。で、何をすればいいんだ。ブレーキ効いてる。何をすればいいんだこれ。ルートアドバイザー、あ、これ行くのね。あ、これでいいんか。はい、やっとねちょっと始まりました。あ、一応、あ、そうか、左側通行になるのね。え、ちょ待って、左側通行やん。あ、いいじゃん。あ、すげえ、めっちゃこれ日本。いや、でもなんか画質が思ってた感じと違うよな。はい、こんな感じですね。まあ、いつもですねこういろんなゲームで、まあ、暴走運転ばっかりしてるので、まあ、たまにはねこういうなんかのんびりドライブっていうのもありですよね。まあ、のんびりドライブと言いながらも、フルスロットルなわけでございますが、あ、でもこれ60キロまでしか出ないですね。え、違うわ、これはもうちょっと出てんのかな。ミラーに映ってる車に至ってはもう影すら出てきてない。
おお、でも楽しい、楽しいわ楽しいわ、これめっちゃいいわ。なんかよくわからん、これどっち、え、これまっすぐか、あ、まっすぐやったな、ちょっと変なところで止まっちゃったので。おお、すごい、マウスでグリグリできます。マウスでグリグリだ。え、何だだだだだおわ、ちょっとちょストップストップ。わ、グリップいいじゃん。はい、マウスでグリグリ。え、なんかこういうなんか左側視点なん、ちょっとびっくりっすね。これってもう運んでんのかな、こういうの足るの、これ。おお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 お、すげえ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 、うわすげえぞこれ、すげえぞすげえぞ、なぎ倒しております、何かをなぎ倒しておりますすげえすげえな、ちゃんと動いてくれるんですね、こういうのは。で、通ってはいけないところを通ってみましょう。いやー、これちょっとスピード出せるようになりたいぞ。これ今何キロ出てんのかな、多分 mph ですよね。まあ80キロぐらいかな。だいぶ静か、静かだよ。はい、まあこうやってね、あ、車両が故障してますそらね、あんなガシャガシャぶつかったら故障するよね。あー、でもこれだいぶ楽しいぞ。おお、なんかガタガタする。ちょっとこっちの車線行きまーす。あ、待って、これいいわ、なんかいいね。やっぱあのこういうだから、あの、いや、でもやっぱこの景色がいいよな。やっぱトラックシミュレーターアルティメットとはまた違う景色ですよね。まああとこのハンコンでやっぱ操作できるっていうところも強いですよね。で、ちゃんとこの白線とかね、踏んだらね、ハンドルもガタガタするんですよ、これ。あ、ちょっとなんかマップ上に何か出てますね。これ一応消すこともできますね。あ、消えへんわ。まあまあまあ、ルートアドバイザーはあった方がいいです。それはなぜかと言いますと、あ、まあルートアドバイザーなので、はい、白線踏んでる。まあこんだけ、まあ遅いですからね、まあ僕としては、キープレフトしたいところなんですけど、ちょっと一回右車線も行ってみよう。絶対邪魔だよこれ、絶対邪魔だよ。お、なんか前の車も右車線行きましたね。真似してるんじゃないですか。これはやっぱダメージのせいでこんだけ遅いんかな。多分関係ないですよね、最初のトラックやからですよね。いやー、これぶっ飛ばしたいぶっ飛ばしてえわこれ。いや、ちょっと待って、このゲームおもろいな。いいねこれ。あ、待って待って、いいわ。あ、なんかぶつかった。お、マップがでかくなった。うん、ちゃんとブレーキ効いてますね。ただ、バックの仕方がよくわからないので、よし、トラックを抜いていこう。信号とか出てくるのかな。あ、ゴール出てきましたね。ちょっととりあえずこれはクリアして今回終わろうかなと思うんですけど、駐車絶対できないよ。うわ、ひまわり畑や。ちょっとひまわり畑突っ込んでみるか。うおすげえ、ちょっと視点す
すげえ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 、うおトラック暴れ狂っております。もう絶対中のソーセージぐちゃぐちゃでしょ、さすがにこれは暴れ狂っとったね。まあこういう自由度も結構高いというわけですね。お、ケンブリッジに到着。ちょっとケンブリッジが何か分かりませんが、あーあーああ、何ぶつかってんのこれ、ダクリン的な感じかな。うわすげえ、これケンブリッジじゃねえ、ケンブリッジじゃね。うわ大丈夫、うわこ、ちょ怖い怖い怖いんだけど、右車線ですね。あ、なんか書いてる。荷降ろし場所の特定の場所に貨物を持っていくために十分な余裕を持って、あ、なんか赤信号や。入場ゲートに近づいてください。トラックを駐車する場所に表示されている アニメーションビーコンに注目しましょう。へえ。どうする、行きますか。わあすごいな。あ、一応ここにもね乗ってますね。よし、青信号や。ちゃんと信号守るよ。ゲームやからといって信号守るよ。ほらパトカーが出てきた。あ、譲ってくれんの、すげえな。そんななかなかいないっすよね。あ、ちょっと前から車来たけど行っちゃえ。うわ、なんだこれ、なんだこれは、なんだこれ、なんなんだ。あ、なんか書いてあるな。ターミナルでは選択したお望みの方法、何それ、エンターキー。え、何これ、今どうなってんの、ゴールしたんかこれ。え、ちょっと、え、ここにさ、え、何これ、どうしたらいいの。え、ちょっと待って、分からん。ああーなるほどね、安全に終わらせてしまうでいいかなとりあえず荷下ろし場所へ進んでください。マップに表示された赤い旗。え、なんか遠い、え、違うか、え、なんかどっかそこら辺にあるの。あ、これか、これだこれだ、びっくりした。で、どういったんやろ、難しいね。え、普通にこれ前向きでいいんですよね、こういうこと、こういうこと、こういう感じ、こういう感じでよろしい、こういう感じですか。誰なの、違う、何があかんのこれ、もっと前か。あ、オッケー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 、どうすんの、 T を押さなダメだ、切り離し中やって。おお、すごいすごいすごい、おー、いけた、申し分なし、ほんまかいなあ、でも基本報酬がそもそも結構もらえる。いけたね。ちょっとバックの仕方がわからないんですよね、そこだけちょっと。お、なにこれ、これがあなたの、めっちゃいいやん、基地や基地、結構広いですよね。これはとても基本的なガレージです、満足できるものではないでしょうか。ここから始まる。これがどうなんのやろう。残念なことにあなたはまだそこに駐車できるものを持ってないのでトラックが見当たりません。一旦十分なお金を稼いでトラックを購入すれば、ここからビジネスを開始することができるでしょう。頑張ってください。あー、なるほどね、はいどうやってますけど、はい、ちょっとですね、そういうことなので、今回はですねこれで終わりたいなと思います。まあ、またちょっとずつやっていこうと思いますので、ユーロトラックシミュレーター2の方もよろしくお願いいたします。